このスバ。ごちそうさま。セシリー、今日も食べてないが大丈夫かい？ええ、私のことはお気になさらず。食欲も奪われたのか、さほどお腹も空いていないので。私の分でお二人のお腹が満たせるのなら、それはとても喜ばしいことだと思いませんか？ついに食欲までなくなって、これはいよいよピンチだ。めぐみ、昨日打ち合わせした通りだよ。さ、さ。わかってます。ちょっとした覚悟が必要なんですよ。ご飯、本当にありがとうございます、セシリーお姉ちゃん。お姉ちゃん？優しいお姉ちゃんが大好きです。今日はずっと一緒にいていいですか、お姉ちゃん？めぐみんさん、急にどうしたのですか？いいぞめぐみん。セシリーは明らかに動揺している。私はどうもしませんよ。ただもっとお姉ちゃんとくっつきたいなと。いけません、めぐみんさん。なんだか動機が激しく。どうしましょう。この気持ちは何なのでしょう。お姉ちゃん、ダメですか？すみません、私ちょっと失礼します。逃がしたか。だがいい妹っぷりだったよ、めぐみ。恥ずかしいです。屈辱です。まあまあ、そう言わずに。セシリーの欲望をもう一度復活させるためだ。頑張ってもらうよ。はあ、手はず通り。次はアルエも手伝ってくださいよ。そうだったね。仕方ない、頑張るか。嫌だな。動機が止まりません。一体私はどうしたのかしら。でもあの時のめぐみんさん。ダメよセシリー、今何を考えていたの。クア様、罪深い私をお許しください。何を悩んでいるんだい？アルエさん、どうしたのですか？急に抱きつくなんて。今日は少し冷えるからね。こうして眠ると暖かいだろう。背中に当たる大ボリューム。これはこれで。って何を考えているの。私は女神アクア様に全てを捧げ。アルエだけずるいですよ。私もセシリーお姉ちゃんと添い寝したいです。めぐみんさんまで。胸の高鳴りが止まらない。どうしよう、どうしたら。お姉ちゃん、アンデッド退治をやめるのですか？それはですね、以前も申し上げましたように、私はもう地位やお金に興味がなくなってしまいましたから。悲しい。私たちはセシリーを応援したかったのに。アンデッド退治をして実績を積めば、教会での地位も上がって、プリーストとしてもっと活躍できるんじゃないかって。私は女神様に仕える身。決して地位や名誉など。でも高ぶる気持ちが抑えられない。美少女二人に囲まれてあんなことや。って私は何を考えているの。女神様、私は一体どうすれば。この辺にしておこうか、めぐみ。どうやら乗り気じゃないようだし。そうですね。お二人ともどういうつもりですか。私をこんなにしておいて。
あとはセシリー次第ということさ。では、おやすみ。はあ、よかったのですか？あと一押しで陥落できそうな勢いでしたが。これでいいはずだよ。欲望とは手に入らないから欲望なのさ。あとはこうやってじらし続けよう。なるほど、魔性の作戦ですね。さあ、今日はもう休んでおこう。私はもう疲れたよ。女神様、この気持ちどうすればいいのでしょう。あ、そうよ、何時我慢することなかれ。女神様もそうおっしゃっていたわ。このスバ、このスバ、あれ、おはようございます。朝っぱらから大声出してどうしたんだい。おや、黒髪少女のサンドイッチ。いつ私たちの間に。このすがすがしい寝顔、昨日の夜あれだけ葛藤してた人とは思えないです。となると、もしや私たちの作戦は。セシリー、起きてくれ。もっとくっついてもいいのですよ。くっつきません。寝ぼけてないでさっさと起きてください。おはようございます。朝から美少女で目の保養になりますね。あ、そうだわ、朝のお祈りを捧げないと。女神アクア様、昨晩はお楽しみをありがとうございます。その調子だとどうやら欲望を思い出したようだね。ええ、お二人に挟まれながら寝ることで私は気づいたのです。毎日美少女信者とキャッキャウフな暮らしがしたいと。そのためには教会トップに上り詰めなくては。完全復活ですね。私たちの苦労が報われたかな。お二人のおかげです。本当に何とお礼を言ったらいいか。ですが、もっと際どいことをしても許されたと思うと、昨日の私に腹が立ちますよ。ではお姉さん、これから我々が行くべき場所、わかりますね。はい、もちろん。憎きアンデッドを浄化して富と実績を我らの手に。完璧です。ずいぶん遠回りをしましたが、時は満ちた。ああ、再び赴くかかの遺跡へ。浄化の時間よ。浄化、浄化、アンデッドをまとめて浄化。なんだ、また我が住処で騒ぎよって。貴様らは。はい、リベンジしに来ました。この前は遅れを取ったが、毎回やられる私たちではないよ。どうやら貴様らもあのプリーストと同じ抜け殻になりたいと見える。誰が抜け殻ですって。呪いはまだ解けていないはず。一体どうやって。本当に大切なものが何か、このお二人が思い出させてくれました。大事なのはやはり地位と美人と信仰だと。まさか自力で欲望を取り戻したというのか。一体どうやって。それは聞かないでください。さあ、
この美人プリーストが不死鳥のごとく蘇ったからには、あなたはもう終わりよ。おとなしく私の踏み台になりなさい。呪いがダメなら体に直接思い知らせてくれわ。じきじきにお相手か。みんな気を引き締めてかかろう。このスバ、このスバ、私の実績のため安らかに眠りなさい。アクア様、私やり遂げました。綺麗さっぱり浄化してしまいましたね。お見事です。でも分け前はちゃんともらえますよ。せっかくお姉さんを元に戻したのですから。さあお二人とも、この先にはお待ちかねのお宝が眠っているはずです。行きましょう。おお、なかなかの量のお宝ですね。おや、この宝箱ひときわ豪華だね。これにアークウィザードのドレスが。開けてみますね。おお、ありました。伝説の間にたがわぬかっこよさです。見てください、この攻撃的な色。早速試着を。ちょっと待つんだ、めぐみ。これはどう見てもめぐみには大きすぎるかな。アルエさんの言う通りですね。特に胸元のあたりが。何を。残酷なようだけど、こればっかりは仕方ないね。めぐみんには悪いが、これは私がもらい受けるとしよう。大丈夫よ、めぐみんさん。めぐみんさんにはロリッコという素晴らしい属性があるんだから。この我がロリッコ。さて、やり残したことはありませんね。今度こそ帰るとしましょう。ああ、思い返せば大変なこともあったけど、いい旅だったね。小説のネタも大収穫だ。無垢な人物が欲望に染められる姿、見たくて見られるものじゃないからね。ふん、アルエもお姉さんも大収穫でしょうとも。伝説のドレスも手に入ったことですしね。そうすねないでほしいね。いつまでも着れなくてタンスの肥やしになるよりはいいだろう。いつまでも着れないとはどういう意味ですか。はい、そこまでですよ。そうだ、アクセルへ戻ったらみんなで一緒にお風呂に入って洗いっこしましょう。ああ、もう突っ込む体力もありません。そうだね、帰ろうか。ここがアクシズ教会か。なんというか独特の風情があるね。お姉さんはどこでしょうか。今日は入信書配りもしていないようですし、ここにいると思うのですが。お姉さん、お姉さん、呪いの後遺症がないか様子を見に来てあげましたよ。あら、あなたたち、神聖なるアクシズ教会へようこそ。どうしたんですか、その格好。似合ってますか。実はこれ、先日のアンデッド退治のご褒美に本部からもらったんですよ。なんでもアクシズ教に古来より伝わる由緒正しい服だとか。それはよかった、思わぬ収穫だね。ええ、これを着てからというもの、布教の成功率が上がっているのです。これで京都の数はますます増えることでしょう。そして私の血も高まっていく。まさに成功のスパイラル。夢にまで見た美少女たちとの暮らしはすぐそこに。めぐみ、私た
ちは大変な人物をよみがえらせてしまったようだ。もう一度呪いをかけ直してもらった方がいいかもしれませんね。大丈夫です、お二人がいれば私の欲望はどんな時も復活しますから。こなすば